こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。シュウです。ミー君です。はい、今日はですね、はい、告知動画となります。重大告知です、今日は。重大告知。重大告知です。重大告知ですか？はい。なんかいつも重大発表とか重大告知とかやって、詐欺なんじゃないですか？いや、うちやってない方だから、YouTube の中では。みんなやるじゃん、なんか黒い画面でさ、はい、重大告知とか言って。今日の告知はマジで重大なんで。皆さんもうバックでね想像つくかと思いますけど、ぜひ最後までご覧ください、うん、お願いします。お願いします。茨城県下妻市にあるトラスト企画です。この度現場スタッフを募集します。部品の清掃、梱包、出荷作業など商品の物流全般に携わっていただきます。体力に自信がある方、細かい作業が得意な方、腰痛持ちには辛いかも。ご応募お待ちしてます。さあということで、うん、今日はですね、あの、はい、トラスト企画の倉庫の方に来ておりまして、はい、今日何の動画かというと、いやもう重大告知ですね。重大告知です。うるせえよ、もう言ったんだよオープニングで。まあ、あのトラスト企画の動画でね、はい、よく出るじゃないですか、うん、みーくんとかが、うん、車と一緒に、うん、わけわかんないなんか珍品珍品珍品いやなんかホンダのなんかミラーボールだのって買ってくるじゃないですか。あ、もうこの間もハイエースにいっぱい入ってましたね。そう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 、それがね、はい、もう倉庫にいっぱいになってしまって、はい、もういよいよもう皆さんに売らないといけないぞと、いう状態に今なってるわけですよ。そうなんですか。はい、で今までは、はい、あのうちってパーツはヤフオクで売ってたので、はい、まあ、せっかくねそのヤフオクっていう素晴らしい、うん、あの販売路があるので、はい、そこを利用して、はい、そのみーくんが引き取ってきた珍品、珍品、珍グッズ、うん、グッズ、あとは、うん、こちらに並んでる、うん、バイクたち、うん、やばいっす。こちらをちょっとヤフオクで売っていきたいなと思ってるわけです。はい、とうとうですね、本当に。いや、なかなかね、長い道のりでした、ここまで。いろいろ準備していただいてね。本当、いろいろな部署の方に、はい、ね、協力があって。まあそうだね、車とかね、はい、パーツとかね、はい、みんな詳しいんですけど、はい、まあ、みーくんが集めてくるね、トラクターだったり、うん、フォークリフトだったり、うん、ね、あとはなんか、なんかちっちゃいミニバイクだったり、そういうのをまとめて、まとめてこれ実は、はい、もうですね、今日この時点で、はい、もうヤフオクにある程度第1弾として出品されているものたち実はもうあるんです。え、今日もう、え、今日もうオープンしてるんですよ。そちらの新しいヤフオクのお店が、ヤフオク新しいお店、マジっすか。それ名前とかも聞いちゃっていいんですか。それはもうこちらから言っていただかないと。お願いします。え、いやいやいや、まあ、単純に、はい、短縮系で言うと5号店です。あ、そうですね、はい、うん、はい、で5号店の方に、うん、まあ、ジャンク品といえばいいんですかね。まあ、ジャンクじゃないんだけど、じゃないんですけど、はい、うん、そのいろいろな、分かんないとさ、すぐジャンクって言わない？あ、まとめちゃいますね。何ですかそれ。よく個人の人がさ、はい、同格してないからジャンクでお願いします、ノークレームノーリターンでっていう話でしょ。はい、はい、違いますよ。え、トラスト企画クオリティですから。はい、まさか、はい、ちゃんと確認して、はい、ダメなものはダメだし、ね、大事なものは大事だって売るわけですよ、はい、大丈夫なものは、はい、じゃあ改めてちょっとご説明すると、はい、今回新しくオープンするヤフオク の、うん、お店が、うん、正式名称、はい、TK ガレージと言います。なんかどっかで聞いたことあるよね。まあ、そう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 、俺もう少しさひねった方が良かったんじゃないの。いや、まあまあ、なので今日の動画で、まあ、今日オープンしましたよっていう告知と、あと今出品されてるもの、はい、今まさに第1弾としてね、はい、ある程度出品されてますんで、はい、そのあたりを少し紹介していこうかなと。もうぜひ見ていきたいですね。で、あと後々にこう出てくるであろうものたち、皆さん気になるんじゃないですか、この辺とか。絶対気になってると思いますよ、ね。はい、そういったところをねちょっと見せていこうかなと思います。さあということで、はい、出品第1号っていうところでね、はい、どんなものが出品されるんだっていうのを皆さんにお見せしたいなと。いやいや、やっぱ第1号って言ったら記念すべきねものなんで、はい、バイクとかでちょっとこうかっこいいとこ見せたいじゃないですか。そうですよね。じゃあちょっとこれね、第1号の出品ものなんで、あれ、ちょっと開けてみてください。すごいな、これ
1番。そう、1番です。1番なんすかこれ。はい、肩もらいます。あららら、はいはい、え、なんですかこれ。子供のおもちゃが出てきました。懐かしい。天使の卵、はい、こっちは初代でこっちが天使です、うんうん、こっち持ってました。うーん、これお客さんからもらったやつじゃないですか。もらったやつも、もらったやつも売っちゃうという恐ろしいことが起きてんだな、これ。こういう新品からこういうものまで売っていくんですよ、この豪邸は。なんだよ、いいんだよ、たまごっちの話は。もうこっち、こっち見て、こっち。こっち、あれ、これめっちゃ綺麗に梱包されてるんですけど、なんすか。これミークが昔買い取りしたやつじゃないですか、これ。ちなみにこのボリュームあるじゃないですか、はい、これ一人のお客さんから買い取りしたんですよ。あんね、こんなもんじゃないっすよ、ほんと。こんなもんじゃないよ。こんなもんまだあります、ね、そうそうそう。だってさ、本当にこれすごい衣装ケースに入っててすごい量だったの。そうそう、あっち、うん、であるんだけど、あっちに。へぇ、あっちにまだ、まだ、まだ、箱ですか。まだ、まだ、まだ、うん、あの箱にあるじゃないですか、はいはい。ちなみに言うと、これエイプのホンダ純正のパーツ、うん、これ死ぬほど。あれじゃない、これダッチエイプじゃないですか、これ。ダッチエイプ。これダッチエイプ。ヘッドライトだけで何個あるんですか。え、おお、三つ。ヘッドライトとヘッドライトケース、ヘッドライト、ライトブラケット、フロントキャリパー、リアキャリパーとか、ウィンカーとか、クランクケース。そもそもマルシャも2台あるっていう。そうそうそう。うん、だから結構こう、リアフェンダー、リアフェンダーだとか。何これ、サイドカバーとか。そう、結構ねこの辺は、うん、あのこの動画出した時お問い合わせすごいいただいてたんですよね、あのスペアパーツ売ってくださいみたいな、うん、いや、どんだけあんのこれ。そうと言っても本当によくわかんないですね、うん、パーツカタログ。カタログまであるんですか。そう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 。これ不思議なことに、これなんか部品、部品いろいろセット。なんか部品いろいろセットって。ああ、もうなんか、なんか、あれじゃないの、袋みたいじゃないですか。海外のコインみたいな感じ。あの、うん、あのまとめてなんかこう、黄色い、黄色いくらみたいな感じ。はいはいはい、売るもん。もうなんかめんどくさくなってる。大きさ違いますもんね。そうそうそう。まあ、これ今梱包されてますけど、ちゃんと写真には一覧載ってますから、はい、福袋じゃないの。そうです。だから届いたら何が、ここから花ちゃん出てくるとかじゃないの。あ、だったら欲しいな俺、ね、違うの。、ね、いや、いないからってそういういじりやめてあげてくださいよ。うん、80点。なるほどね、すごいなこれ。そう、だからこの辺も細かくもう出品してますし、うん、もちろんこの本体、うん、ね、こちらの2台も、うん、なんと今、ナウ、ナウ出品中。走行距離1437、うん、だからこういうパーツを持ってた人のバイクなので、うん、乗らないんだよね、こういう人ってね。そうですね、うん、一応違いを教えますね、これの2台の。ほとんど同じなんですけど、この後付けのこのメーターの色だけ違うんです。黒かシルバーかっていう、その違いだけ。てか、これは2分撮影したやつじゃないですか。そうですね。もう太古の昔だから忘れちゃったの。忘れてたよ、忘れてたけど。そう、うん、あんで当然ね、書類完備なんだよね。もちろんです。はい、当然だけど、はい、で一応ただバイクの、はい、まあ、出品というか落札、ご落札に関しては、まあ、何点か注意事項ございまして、はい、まずは必ずあのオークションのページの最後まで一応見ていただくということと、はい、あとあのオークションの写真だけだとなかなか伝わりづらい部分があるので、そうですね、はい、あの説明文の上のところに詳細画像はこちらっていう、こういう大きくありますね、はい、とこがあるので、うん、そちらの写真をまあ詳細までご覧いただきたいと、うん、いうことがまず一つと、うん、はい、あとバイクに関してはというかこの TK ガレージの、はい、あの出品するものに関しては基本的にはやっちまったぜ保証がつかないです、うん、っていうことをご了承いただきたいと、うん、まあ、一点物なんで普通のショップだかな、普通のショップになっちゃったってことね。そうです、うん、そこそこだけね、うん、一応、まあ、普通のスターになっちゃったってこと、はい、だってたまごっちにやっちまったぜ保証つけるわけにいかないじゃないですか。そうですよね、ましてあれ未開封ですもんね、うん、いやほらあの
望んだキャラクターに育たないから返しますとか言われてもさ、そんなこと言われたら困っちゃうじゃん、そんなの死んじゃったとか言って、そうそうなんか親父っちになっちゃったから返しますとか、そうそう親父っちだから返しますとか言うと困るんで、あー、はい、なるほどね、はい、であとはもうあの、まあ、バイクとかね一点物ですし、うん、はい、まあ、そういったところの意味合いで、まあ、多分ねスキルの問題だと思うんだよね、うん、例えば車とかパーツだったら、はい、ね、あのトラスト結構もスキルがあって、うん、まあ、お客さんにもう柔軟に対応できて、うん、しかも在庫ね、代わりの在庫があったりとかして、はい、例えばこれなんか調子悪いんですよっつっても、うん、いくらでも代替でこう出したりとか、うん、ね、いろいろできるわけですよ、はい、これ1点しかないんで、そうなんですよ、まあ、まだねバイクやったばっかりですから、うん、そうですね、まあ、これが例えば将来で、ね、うん、あのやっていくうちに、うん、やっぱこう色がつくじゃないですか、うんうんうん、まあ、こういうふうにこの方向性でいこうかなって時にあの変わるかもしれないですけど、うん、はい、とりあえず最初のうちはそういうふうにちょっと安排取る感じですね、すいません一応あの執行部が、はい、怖いんですねきっとね初めてのあの思考なんで、まあそうですよ、初めてはなんだかんだ怖い、そうそうそう、緊張したり、絶対安牌なんだよね安牌まあちょっとそれはご了承してください、手探りでね、うん、やっていきましょう、はい、うん、であとは、うん、オークション開催期間中だったら原車確認していただいても大丈夫なんですけど、うん、ちょっと、はい、あの原車確認対応するスタッフが今のところ1名でやってますので、うん、ちょっと事前にこう、はい、スケジュールのすり合わせとかさせていただいて、はい、まあ、見ていただくのは全然構わないので、うん、きちんと検査確認の時はご連絡してくださいと、うん、そうですね、うん、はい、あとは多分なんだろうな、 YouTube とかで一応こうねバイクとかの紹介したりとか、うん、はい、するそのカテゴリーも作ってもいいかもしれないよね。そうですね、今後考えてますもんね、はい、シュー君 ね、 ね、うん、やるんだよね、うん、免許バッチリ持ってます、自分でやるって言え、今やらせていただきますあ、くどい説明になりそうだなくどくなりそうですね、本当もうすぐさ、そういう時はさ、あの見てる視聴者さんはね、はい、あのこう、あ、バイクでシュー君が出てるって言ったらビリビリってやっちゃう、そんなことあります、ええ、あ、またあいつだっつって、うん、あれ出てこないの、ミク出てこないの、ミク出てこないのとか、あ、最後まで出てこなかった、花ちゃんまだかな、花ちゃんまだかな、阿部ちゃんまだかな、阿部ちゃんまだかなって感じで、うん、一応ね、はい、あの車好きな人ってバイクも好きな人多いから、はいはい、うん、この辺のバイクだって一応車と一緒に買い取りしてたりするじゃないですか、あ、そうですね、そうそうそう、うん、だからね、まあ、ぜひあの今後台数増えていく感じでになると思うので、はい、まあ、その出品するバイク個々にね、はい、紹介する動画も撮りたいなと思って、うん、はい、なるほど、でこれあれじゃない、これあれじゃないですか、あのよくアフリカの方で売ってる、アフリカ、ケベ石じゃないですか、ケベ石ケベ石本物、本物、え、これ本物なの、本物ケベ石じゃない、ケベ石じゃないの、川崎です、うん、です。もう日本の名車を前に何言ってるんですか、名車の一つですね、なんだよこのなんかうるさそうななんかマフラーついてて、チャンバーって、チャンバーですね、なんだよ、これがね、いい音するんですよ、これは絶対法律に触れるだろうこれ、ね、これ説明ないの、説明ですか、どうでしちゃうんですか、うん、説明ない、軽くしよう、軽くですか、これ川崎の KH250 というバイクなんですけども、うんうんうん、まあ、年式っていうと分かんないですね、これが、まあ、事前準備できてないんで、これ何がいるの、うん、これ川崎って、まあ、何がいいかっつったらまずエンジンがとても魅力的なんですよ、これもね、ほんとこの3気筒の2ストロークエンジンって、うん、ほとんどのバイクに積んでないんですよね、あ、そうなの、はいもう他に積んでるって言ったらもう KH の、うん、あの排気量上になったやつとか、うん、あとは7班のマッハとか、うん、そっちくらいしかなくて、うん、で3気筒の2ストっていうのは他の他社、ホンダさんとか、うん、まあ、ヤマハさんとかも作ってない、うん、甘いな、確か甘いな、甘いですか、これは炎上するこれ炎上しますね、これちょっと大丈夫か、うん、これはもういいっけこの絶対30件くらい込めます、あの申し訳ないけどミイコもね、はい、あのね YouTube やり始めた時同じだったから大丈夫ミイコも炎上なんかありましたっけ、あるよ、ホンダにも鈴木にもあんじゃんよ、ツースト3気筒、あ、GT ありましたね、なんかありました、 GT3 番とか、うんうん、ホンダはだって V 型3気筒があるじゃんよ、 V3? NS400R だよ、あ、NS400R っていうことでそっちの話しましょうか、はい、これ、あ、これなんかミークの若い頃なんか
あれじゃないのこれ走ってる人多かったよね。あのよく筑波山でもうね、うん、何人殺したんだっていうバイクですよ、うん、当時あれですよね、毎週末死人が出てしまうっていうぐらい、うん、これ早いやつじゃないのこれ。早いですよねこれ。当時 あの走り屋ブームの、うん、まあ、必見となったバイクの1台ですよね、うん、これ安倍ちゃんと同じバイクです。あ、安倍さんももちろんですか、はい、同じ色、うん、これのせいで筑波山バイク禁止になっちゃった、うん、あ、そうなんですか、うん、これまたいいバイク、喋んなくていいの、うん、もうなんかこっちでやらかしたんで、うん、じゃあ安倍さんに任せようかなんでだよ、今お前のその これもまた偽物な感じなの、これ偽物のカウルですね。なんで悪いとこ言うんですか。え、状態は、うん、まあ、ピッカピカで、ピカピカだね、磨かれていて、うん、まあ、うん、見る分には問題ないのかなと。ああ、若いお兄ちゃんたちにはこれ、はい、いい感じだよね、きっとね。いやいやいや、もうこれ若いお兄ちゃん乗ってないですから。もう50代のおじさんしか持ってないよ、これは。うそー。盆栽、盆栽。盆栽バイク。盆栽バイクです。これも結構いじってありますもんね。いや、これね、あの、うん、NSR の中ではほぼほぼフルチューンですよ。ですよね。エンジンから全部、あの、何、うん、専門ショップでオーバーホールして、ボアアップして。うん、あ、ボアアップ、これ SP は本物なんですか？ SP は本物です。おー、すげえ。そう。うん、もう全然何言ってるか分かんないんだけど買い取りしてるっていう恐ろしいことそうそうめちゃくちゃ磨かれてますね、うん、覚えてますよこれマー君から買って、そうそう、マー君だ、ここ2台マー君なんですよ。でこの話に行くんだ、そうそう、うん、これマー君、うん、これだってほらマー君、あの、ミー君がなんか GTR と抱き合わせでなんかいくらとか言ってさ、あーそう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 、 GTR と同じぐらいの値段で、これ Z2 っすか、うん、これは本物の Z2 です、ね、本物の Z2、 しゃべりないっぱい、うん、でもフレーム違くないですか。フレームはね、もう多分全バラしてあって、はい、もう塗ったり補強入れたりとか、そうですよね、入ってないよ、これ入ってない、これ入ってないね、こんな太かったかなとも思うんですけどね、うん、これいじったね、これもこれだいぶいじってあります、足回りから何から全然、もう原型なさすぎてわかんないですもん、うん、すごいよ、もうどこのマフラーかっていうのも全然わかんないです、うん、メッキパーツはもうピッカピカに磨かれちゃってますし、うん、ほら、キャブだってほら、うん、吉村の TMR、 うん、何がいいの TMR って、いやもう、キャブは専門外すいません。何にも喋れないのよ。僕あの、なんかバイクの年代の一個後というか。あのね、あの、言いますよ、言います。グロムしか喋れないです。グロムしか、グロムしか喋れない。あと最近のバイクですね。どっちかっていうと。旧車の方は。喋りたくないんだよね。そう。昔のバイク知らないんだろ。そう。だって生まれてないですもん。データ生まれてないとかって、それ言ったらだ、生まれてない、俺箱スカだって俺生まれてないぞ、俺生まれてないし、査定しろって言われたら査定するからね、査定するぞ俺昭和30年代の車だって査定するぞ俺もう今からね、これからね、勉強してね、覚えてくんないね、でも ね、うん、困っちゃうのが現車見て勉強できないんですよね、うん、今時もう走ってないんで、いや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 これからにね、はい、頑張って勉強しますって言えばいいんだよ、まあ、平成ね、はい、初期の平成期じゃない、あの、はい、薄いんでしょ、あの情報量が、まあ、そうです、まあまあ、まあ、分かります、一緒にバイクの勉強していく、一緒にね、一緒にね、視聴者もね勉強していきたいと思いますよ。ミー君だってさ、はい、あのスカイラインとかさ、そういうのはさ、はい、得意かもしれないけどさ、いきなりさ外車出てきてさ、これ査定してくれとかっていうのと一緒だよな。あ、そうです、ね、でもそれでもやんなくちゃいけないからやってんだけどさ、はい、コルベットとか買ってきましたよね、うん、そうそう、買ってましたね、そうそう、また俺この間さ、あのアルファロメオとかさ、あのチャレンジャー来てるからさ、安い金額言ったのにもかかわらずさ、それでいいですとかってすげえ強気な値段の基本があったんだけど、はい、だって相場ってさ、そういう値段じゃなくてさ、このぐらいじゃないですかって言ったらさ、はい、それでお願いしますってきちゃったから、もっと買いたときゃよかったな、そういう話そうです、ね、あれ、こういうなんか今日これ映んない感じのやつもあったんだけど、これ今ほら整備中通過、はい、あ、なるほどね、はい、あの出品に向けて、うん、今こう綺麗にして、あ、ちゃんと清掃もしっかりしてて、はい、掃除したり、もちろんですよ、清掃もして、でちゃんと同格もして、あ、なるほどね、ちょっと映っちゃうとあれだから、なるほど、あ、ほら、ああいう感じで撮影するしたり、なんかいろいろなんか工具使って、うん、こうやってキャブね、掃除したりとか、あ、はいはいはい、うん、あ、なるほど、うん、じゃあこれ全然現状じゃないんだ、まあ、必要最低限の整備は一応していた、はい、してくれてるんですよね、エンジンかかる状態にするっていう、ああ、ちゃんとね、問題点書いてくれてますよね、そうそうそう、バッテリーが弱いとか、うん、ちゃんと問題点書いてくれてるんで、親切です、うん、問題なんかも、本当だ、うん、あ、なるほど、こういうところは全部、ね、
じゃああれと個人売買と違うんだね。あ、違います。ちゃんとあの問題点を洗い出してもらってて、ちゃんとチェックしてんだ、はい、全部。いや、あのじゃあまともな値段で売ってもいいじゃないか。そうですよ、まともな値段で売りますから、ちゃんと、うん、まあ、競り上がっちゃいますからね。そうだね、今はね、うん、はい、まあね、TK ガレージのブランドで売るわけですから、はい、そうです、はい、クオリティじゃないですか、ちゃんと、はい、なるほど、ちょっと違うんだね、うん、やっぱうちもほら、はい、プライドというかブランドがある。確かに、だってなんか動くっつってさ、出して動かないとかさ、はい、なんかすげえ調子いいとかっつうのに調子悪かったりとかさ、はい、そういう騙して売るね、バイク屋多いじゃない。多いですね、下取った車とかで、はい、下取ったバイクとかでさ、よくなんかそういうのバイクの方が顕著な気がします。ああ、あとあのなんか車体番号をこう削っちゃってこうね、売ったりとかね、はい、こうちょっとこう反り込み入ってるような、特にほらこういうのだとさそういうのかかってくるじゃないですか。そうですね、そういうのうちないですから。あ、昔あこう反り込み入ってたらこうリーゼントになってるあのバイカーの人いたよね。いまだにいますけど。いまだにいますけど、そういう人たち。あ、なんかなんだよぐらいと。お客さん来てもさ、なんだよとかって言っていらっしゃいって、いらっしゃいって言わない人。そんな人いるんですか。うん、何欲しいな。なんだよ、どうしたとかって言われて、もうそういう感じのねバイカーの人ね。ああ、わかるわかる。うちそういうのないですから、はい、ね、はい、安心して買っていただきたいなと。そうだね、思うんですけど、来てもらってね、試乗しないさせないとかさ、はい、うん、そういうことないもんね。そうですね、はい、まあ、うち試乗はわかんないですけど、エンジン始動とかは全然してもらって大丈夫なんで。でもダメなところはきちんとダメと書きますんで、うん、それはもちろんいいところはいい、ダメなところはダメって正直にやるのがもうトラスト企画ですので、うん、あ、まあバイクに限らずね、まあ、バイクに限らず、うん、あの何でもね、うん、ミー君の LINE スタンプ好評発売中。はい、じゃあちょっと最後に1点だけ、はい、まあ、ご注意というかお願いなんですけど、はい、うん、こういうバイクとか大きいものも今後どんどん出品されていくと思うんですけど、はい、そういうものの引き取りに関してなんですけど、はいはいはい、基本的にはあの弊社まで引き取りに来ていただける方に限らせていただきたいなと思ってます。うそで車納車してくれるのにバイクは納車してくれないの。バイク大変じゃないですか。だってバイクってだって普通に納車できんじゃないの。納車できるんですか。できるんですかね。だって俺あの申し訳ないけど、あっちの北海道の根室の先ぐらいからバイク引き取ってきた時もあったよ。あ、そうか、ハイエースとか、ハイエースデリカとか。違う積載車で、あの外注で。あ、外注でね、うん、あ、多分、はい、リクスはできると思うよ、はい、うん、まあ、ただ一応オークションの、はい、まあ、システムの都合上、うん、そのリクスだとまた場所によって運賃がね変わります、ね、お宅のご自宅によって違うと思うんで、うん、なんかシステム上は一応引き取りっていう形にさせていただくんですけど、その先はじゃあご相談ですね。まあもしね今後このバイクの売買がヤフオクで行われていく中で、うん、まあその引き取りだけでなく、うん、そう陸送もやりますよっていう形になった場合はその時はまた再度ね告知させていただきますので。まあ今ほら最初ですから。最初ですね。最初ですからね。現状ですよね、あくまで。そう、今のところって感じ、うん、はい、だから、まあ、できれば取りに来ていただけるとそうです、ね、助かりますかねっていう感じ。だって取りに来れたってナンバーついてなかったからそのどうしたらいいの。それはもうハイエースで来てくださいっていう。ハイエースだったり軽トラだったり。そうだね、バイクだったら軽トラ全然積めます。乗せてくれんの。乗せるのは手伝います。手伝います。みんなで下ろすのは手伝ってないの。下ろすのは手伝いません。なるほど。はい、まあ、そんな感じで新しい号店をスタートしまして、まあ、今回バイク中心に紹介しましたけど、はい、それ以外のほら もっといっぱいあったじゃないですか。本とか GTR マガジンとかさ、はいはい、なんか変なジャンバーとかさ、うん、GTR って書いてジャンバーとか、アパレルか、アパレル系、うん、あとは珍品、家具とかもあるんですかね。家具とか冷蔵庫とかソファーとか、うん、あとゲーム機、ゲーム機、あのほら怪しいゲームセンターで使ったゲーム機とかも今後出品していきたいなと思ってますんで、怪しい DVD とか。そうです、怪しい DVD は全部捨てました、まあね、なるほど、はい、そういうことね。こんな感じです、はいはいはい、今後ともねその TK ガレージの方、まあ、売っては商品が新しくなってってこう切り替わっていくと思いますので、随時チェックしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。
ます。逆にそういうものでもちゃんと販売できるとこできましたので、はい、まあ、査定の時にね一言声かけていただければいいかなと。もうついでにこういうのあるんだけどどうとかね、うん、していただければと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。一応ね買い取りできないのあるんですよ。あ、そうなんですか。そう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 、実はたまにあるんですよ。おじさま方たちがね、はい、あのちょっといらないものなんですけど処分したいと思ってね、こう隣にいるねヴィンテージなんかそういうこと言っちゃダメです。そういうことダメです。ダメなんです。だからこれ持っててくれって言われてさ、ダメです。いやちょっと生物だって言って生物とかで言っちゃダメです。ちょっと腐りかけてんで、ちょっと腐りかけてはないです。そうそうそう、全然現役っていうのはあれなんですけど、ちょっとちょっとまあね、まあ今回もう、うん、もう花さんいないと収集つかないですね。閉めろ早く閉めろ。すいません、うん、では今回はねその TK ガレージオープンということで記念して動画を撮影させていただきました。で随時チェックよろしくお願いいたします。お願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。車好きのみんな終了。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたの動画もお待ちしています。